F0 は部屋を明るくしてテレビから離れてみてくれたまえ。見せたいものってなんだよ。きっと竜ぶっ飛ぶよ。もったいぶらないで早く見せろよ。これ今日のレースなんだけど。バーサーカーのレッドブルじゃないか。今度はキャプテンファルコンだよ。コーナーのライン取り、ブーストのタイミング、よく似てるだろ。確かに似ているかもしれないけど、バーサーカーはキャプテンファルコンじゃないかな。ねえ、それは絶対にないな。どうして？キャプテンファルコン！竜ならこの走りを見てわかるだろう。バーサーカーがキャプテンファルコンだってことが。それでも F0 パイロットかよ。クランク、どうしてそんなにバーサーカーがキャプテンファルコンだってことにこだわるんだ。ユウこそどうして頭から否定するんだよ。お前にキャプテンファルコンの何がわかるって言うんだ。パートのおっちゃんはキャプテンファルコンなんだよ。ここブルーファルコンの格納庫だよ。とうとうバートのおっちゃんとの男の約束破っちゃったな。俺って最低だよ。クランク。そんなことないわ。あ、ジョディ、今まで秘密を一人で抱え込んでいたのね。待てよ、マスターがキャプテンファルコンだということは、マスターはジョディの兄さん、つまりアンディ様。アンディ・サマーのことは忘れるんだ。君が向かっている相手は君が想像しているよりもはるかに大きな組織だ。待って。本当にバートのおっちゃんはジョディの兄さんなの？ええ。
これでバーサーカーがバートのおっちゃんだったらめでたしめでたし。バーサーカーが？惑星クライトン、今度のレースはここよ。惑星クライトンってならず者のたまり場のような惑星ですよね。観客もならず者ばかりで評判の悪いレースじゃ。なんか気乗りしねえ。主催者からの招待レースなのよ。長官からも出場してほしいという要望が出ているわ。誰なんだ主催者って？ドン・ジーニー、謎の多い大富豪だ。冷酷な武器商人という噂もあるわ。ま、会ってみるのも面白いと思う。私、会いたくありません。はあ、ファーサーカーも出るんだね。いいぞいいぞ。キャプテンファルコンがいないレースを制するのは、やはりこのパイロットか。強いぞ龍須田君。今日は龍の楽勝じゃな。そうでもないよ。あの走りは、すごいぞバーサーカー。破竹の2連勝だ。リュウさんが負けるなんて、やっぱりあの走り方は。素晴らしい。これはこれはゾウダ様がよろしくとのことでした。今日はどうしても来られませんで。どうしてダークミリオンの連中がペコペコしてるんだ？彼がドン・ジーニーだよ。 F0 レースのスポンサーの一人でもある。あんな光景を見られただけでもレースに参加した意味があるわ。あ、これはこれは高機動小隊の皆さん。何でも知ってますよ。私のような商人にとって人脈は商売道具のようなものです。リュウさん、噂通りの素晴らしい走りでしたよ。皮肉は言わないでくれ。今度は勝ってみせる。そうですとも、あなたの力なら勝てないはずがありません。まさかチームドンジーニーの新人パイロットバーサーカーです。皆さんいろいろ教えてやってください。ここクライトンには私の別荘のようなものがあります。ぜひ遊びに来てください。お待ちしていますよ。待てよクランク。どうして止めるんだよ。バーサーカーに聞きたいことがあるんだよ。キャプテンファルコンのはずがないんだ。リュウ、なんでそんなこと言うの。バートのおっちゃんは必ず帰るって言ったんだ。クランク、俺は見たんだ。あそこからでは絶対に戻ってこられない。だから諦めるしかないんだ。戻ってくるよ、パサーカーになって。いいか、俺はこの目でブルーファルコンが二度と戻ってこられないところに落ちたのを見たんだ。信じたくはないよ。でもな、リュウさん、そんなことがあったのか。嘘だ、そんなの嘘だ。俺は信じない。クランク、クランク見つかりました？どこにもいねえぜ。ここは悪い人が多いみたいだから早く探さないと。あいつまさか。
よ。ドン・ジーニーの別荘にはどうやって入ればいい？やめておけ。あそこは別荘なんてもんじゃねえ、要塞だ。どうしても要塞に入りたいんだ。頼む、仲間が中にいるかもしれないんだ。お前たちが要塞に入る方法はただ一つ。デスレースに出ることだ。度胸があるならな。デスレース。え？デスレースに出る？ドン・ジーニーの要塞で開催されているレースらしい。こいつに出るパイロットは誰でもフリーパスで要塞に入れるそうだ。そんなレース危険すぎます。命令です。とりあえず帰ってきて。そんな時間はない。通信終了。バーサーカーがキャプテン・ファルコンだってことを証明してやるよ。の部屋はどこだろう。どうだね、バーサーカー君。見てください、これだけの武器をダークミリオンがお買い上げくださるんですよ。ありがたいことです。ダークミリオンへのお礼に、私は素性はともかく腕のいいパイロットをダークミリオンに斡旋しています。勝てばダークミリオンにも賞金が入るということですよ。抵抗は無意味だ。手を挙げろ。侵入者です。これは困りましたね。ここには武器をお買いになるお客さんしか入れないんです。まさか。始末しますか。当然のことでしょう。バートのおっちゃん、才能のあるパイロットは私を稼がせてくれます。だから素性など調べず君を採用しました。ちゃんと調べるべきだったね。ではここで適性テストです。さあどうします、バーサーカー君。待ってくださいよ。君は確か、なるほど、高機動小隊の一員なんですね。だったらどうなんだよ。使い道があるということです。君を人質にして高機動小隊の諸君にもデスレースに参加してもらいましょう。デスレース？何でもありの賭けレースですよ。実はこのバーサーカー君が強すぎて対戦相手がいないのです。高機動小隊がそんなレースに出るわけないだろう。リュウ。ドン・ジーニー様、大変です。高機動小隊のリュウ・スザックがデスレースに出せと言ってきています。え、ほら早速来てくださいました。今日のレースの賭け率が楽しみになりました。しかも今日はデスボーン様がスクリーンでご観戦されます。さぞお喜びでしょう。いやいや、あなたは知らなくてもいいことです。早く捕まえなさい。何か中に入れてもこれじゃな。ジョーディ、ジョーディ、
も応じてきた。あなたと同じ理由よ。クランク、リュウ、ジョディも来てくれたんだ。それリュウ、デスレースは危険させてもらうぜ。せっかく来ていただいたのに無断で帰られては困りますね。言えば帰らせてくれるのかよ。おっ、放せよ。バートのおっちゃんなんだろう。俺はどうなってもいいんだ。リュウやジョディをデスレースなんかに出させたくないんだよ。クランク、リュウ・スズクとジョディ様、 F0 の豪華パイロットが二人も参加してくれたぞ。今日のデスレースは何かが起こる。トップを走るはドラゴンバード。しかしデスレースは甘くはないぞ。それいけ、バトルモードだ。リュウよ、日頃の恨み晴らさせてもらうぜ。行くぞバイオレックス。よっしゃ。あのタコめ、いい気になりやがって。リュウ、私に考えがあるわ。2台同時にかわすわよ。タイミング合わせて。了解。そろそろとどめだ。死ねえ。ワン、ツー、スリー、今よ。行けー。どこだよ。パワー負けしてる。デスボンヌ様、今日のレースお楽しみいただいているでしょうか。ジョディ、無事に戻ってきてくれよ。やはり残ったのはオッズ通りの二人。さあ勝つのはどっちだ。リュウ、サムライゴー。リュウの仲間ってのは坊主か。うん、世話の焼けるガキだぜ。祭りはここまでのようですね。急ぎましょう。はっ。勝ったのはバーサーカー。こんな綺麗なデスレースは初めてだ。でも危ないので失礼させていただきます。早く脱出しないと危ない。ジョディとクランクは、あれは、クランク、ジョディ、二人とも無事でよかった。サムライゴロ、勘違いするな。お宝のついでだ。いいネタを流してくれるやつがいてな。ありがとう。そういうことにしとくよ。ごめん。気持ちはわかるが。リュウ、ジョディ、でももうあんなことはしないこと。いいわね。うん。
でも結局バーサーカーがキャプテンファルコンだってわからなかったね。兄さん、さあやってまいりました、寝起きドッキリのお時間です。今週はミスキラーさんのお部屋にお邪魔します。いきなり床に脱ぎ捨てられた洋服が落ちているぞ。あれ、これはゲゲ、黒タイツに水牛の角だ。 なんか俺たち部屋間違えてない？次回 F0 ファルコン伝説、目覚め、君の心にブーストファイヤー。いやあ、今日の F0 ファルコン伝説は面白かったかな。愛知県春日井市ニャリンさん他からの質問、クランクについて教えてください。はいはい、本名クランクヒューズ、7月28日生まれの11歳。おや、リュウさんと誕生日が同じですね。血液型は O 型、趣味はもちろんコンピューター。彼の F0 ホームページはとっても人気があります。目玉はなんといってもキャプテンファルコン秘蔵生写真コーナーでしょう。好きな食べ物は先生特製あれのカレー、最近はコーヒーにもこだわりを持ってきました。あ、そうそう、ここだけの話、どうやら気になる女の子がいるようなんですよ。これから青春するんだろうな。それではごきげんよう。